もしもし。あ、もしもし。あ、どうも。あ、いけた。お願いします。お願いします。お願いします。あれ、なんか、もののけが回線また切れてんだけど。どうしよう。これまた。この場合はこれはもう二人で戦うしかなくなっちゃう。うわぁ。これ二人でいっぱい殺さなきゃいけないし、うん。どっちかがボケなきゃいけないよ。これは。あ、義務でやってたんだ。義務でボケてたんだ。あ、やばい。お願い。ナイスー。すごい。今までで一番うまかった。今までで一番が出た。今浸るほどだった。よかった収録して。いやあれ帰ってきた。帰ってきたよ。ちょっとエーペックスが難しい状況かもしれないな。そうなのかよ。今あの光のケーブルがあるじゃない。うん。あれをまあ血管に例えるならば、うん、その。薬物中毒のやつの静脈ぐらいボロボロなの今。そうなの、うん、なんでそんな。怖いよ。怖い怖いね、確かに。最近本当にもう全然エフェクスどころじゃないね。うん。でもやっぱりその、あの時の快感が忘れらんなくて。いや、薬物中毒じゃないもんね、なんか。うわ。絶対それじゃん。取れないよ、これ。クソとか言ってる、なんか。なんか。そうじか。あ、なんか悔しがってる。しょ、マジか。なんでお前もなんだ。意味わかんない、お前も。想定よりいいの出てたんだ。竹内くんは来るだけで神回ってつけれるもんな、もう。確かにな。嬉しい。高いとこの人だもんね。高いとこの人で。お前さ。しまっていじってるやろ。恥ずかしくねえのかよ。何が急に吸いちゃった。急に吸いちゃったよ。なんでそっち側はプライド残ってんだよ。めちゃくちゃ。二階堂くん、なんか光ケーブル綺麗なとこ知ってる？なんすかその綺麗なとこっていう。聞いたことない。住宅ごとじゃない？竹内くんのね、板橋ハウスに行ったことあるけど、あそこは結構ケーブル綺麗そうだったな。うん、ケーブル綺麗って何？ないよ、ケーブル綺麗とか。買えよ、ケーブル綺麗なやつ。それはそうだ。お前またペナルティ食らってる、うん、あ、ペナルティ食らいまくり。戻ってこれないんだ。ね。戻ってこれないな。俺野球やってるけどずっとタバコ吸ってるやつみたいなペナルティの食らい方してるわ。わかんないよ。俺だってわかんないよ。お前わかんないのダメじゃない？なんでだよ。ちょっと二人には申し訳ねえけど、うん、この戦いを見届けたら、うん、エーペックスの、うん、ピストル置くわ。終わるってか。引退。ピストルって言ってねえよ。いやいや、なぜか勝った方のチームがチューしてもらえるやつやってねえよ。限定的だな、ビストロのイメージが。ちょうどね、今日この配信の前半の方に二階堂と香取慎吾の悪口言ってたんです。はいはい。ちょうどむず誰かの悪口言われない人なんて、カトリシンゴって、うん。本当にもうちょっとやろう。もののけやれる？ちょっと一回ペナルティの状況見てみる？じゃあ。うんうん、あ、頻度ね。あ、頻度の話か？うん、ぐちゃぐちゃってやってるかも。うん、ぐちゃぐちゃってなってる今。ちょっと一回整理しよっか。うん、一回整理しよう。え、どこが嫌いなの？やっぱその。名字の香りっていう、その。いや、香取慎吾の悪口じゃねえよ、今。あ、え？今、それ全然みんなで話し合うことじゃない。あ、そう、香取慎吾か。あ、2分半。あ、2分半ですか。パーティーメンバー戦闘放棄ペナルティ。まあ、2分半であれば、共通の話題喋ってればいい話だ。そう。言語化してるな。共通の話題だから。共通の話題で、なんか悪口だと、盛り上がるらしい。うん、人は。鳥っつうのもね。カトリじゃねえか。鳥に？ああ。結局カトリの悪口じゃねえか。そんな浅めの悪口やったんや。じゃあいいよ。まさか、レギュラーメンバーみたいになるとはな、竹内くんが。いやー、なっていきたい。なっていきたい。いや、嬉しいね。うん。普通に3人でエーペックスできるのが嬉しい。ここ行こうとか言えんのが楽しい。え、あ、竹内くんとか関係なくって。いや、違う違う、竹内くんと3人でね。竹内くん捕まえました。
やばいやばい。見せて、捕まえたの見せて。いや、なんでこいつが今、うん、やばいやばい。こいつが今、あせっかく竹内くんとやるできるみたいな話をしてたのに、うん、まあ、というか3人でできることがそもそもでかいみたいな、うん、変な上書きしてました。なるほどね。ワンランク下げちゃったんだ。いやいや、全然。ワンランク下げちゃったんだ。竹内くんとに決まってるじゃん、そんなもん。それ以外ある？それ以外ねえだろ。ねえよな。何言ってんだよ、竹内くんは、ほんと。何言ってんだよ。竹ってなんだよ。いや、名前は良くない？別に。気になんねえだろ。俺も聞きてよ、じゃあ。もし、うん、あれが、ボルトがあったらいただきたいです。あ、OK です。OK です。みんなも見つけたらな。みんなから見つかることはね。え、他にいんの？そろそろ YouTube にこの前の竹内くん会が上がるんだよね。あ、嬉しいね。楽しい。今い、俺たちの唯一の逆転方法がそれしかない。それだけだから、うん、そうだ。どんどん解明に近い状態にこう、鳥人間で言ったらね。どんどん解明に寄ってってるね。なんで鳥人間コンテストで言わないで。別に鳥人間コンテストで言わなくて。例えするたび難しくなるのよ、話が。もっと気抜きたこと言えたらよかった。いや、なんかね、編集されたやつ上がってきたら、うん、すっごい面白かったの。あ、すっごい良かったんだ。嬉しい。面白いと思って。見たい。これはでも、見て。さすがに、ちょっと好評ですわ、あれは。もうわかります。うん、まあ、すごい。何再生？早っ。お前、板橋ハウスが、うん、ロケの終わりに何階建てっつってやってるやつをやろうとすんな。してないです。してません。そんなホームな俺今日。めちゃくちゃホームやん。何階建てでしたね。何階建てでしたかじゃないんだよ、うん、このコラボ何階建てですか。頑張りたい。5階建て。あー、聞けた。生の5階建て聞きました皆さん。うわなんか嬉しい。嬉しいな、なんか。チヤホヤしてくれて。嬉しいね。二階堂くん。はい。五階建てです。あ、別にお前のはいらないです。お前の別に嬉しくない。あ、俺の。あ、全然嬉しくない。あ、そう。うん、あ、そう。無条件に好きな人じゃないの。本気がいるから。なんで俺、五階建てって言われるのが嬉しい人なんだ。そんなわけない。